平野紫仕様、東京ドームに自分の猛玉を連れていく、髪多めに来たら絶対やる、ルーティーン公開。俳優アイドルの平野仕様が、自身のインスタグラムを通じて、驚くべきルーティーンをファンと共有しました。東京ドームで髪の毛の玉を連れていくという、一風変わったエピソードをご紹介します。その舞台裏には、平野紫仕様ならではの個性が光っています。 平野市洋が2023年10月16日に自身のインスタグラムでファンに対する特別なエピソードを明かしました。この日、平野はインスタグラムのストーリーズを通じて前日に行われたトベの YouTube 生配信での出来事を共有し、ファンを驚かせました。昨日、10月15日に行われたトベの生配信には、 平野紫耀自身と神宮寺雄太が出演しました。この生配信の中で、岸優太が戸部に所属することが発表され、さらなる注目を浴びました。そして、嬉しいお知らせが続きました。神宮寺、平野、岸の3人は今後、ナンバーアイとして新たなグループでの活動を行うことが明らかになりました。そんな中、平野紫耀はファンに向けて、 ちょっと変わったルーティーンについて言及しました。彼は昨日髪切ってから生配信してたんですけど髪多めに切ったら絶対やることですしょう。と述べ、散髪した髪の毛を集めてまるで毛玉のように丸めた写真を公開しました。この平野の髪の毛玉が驚きと愛情を持って待ち受けた場所はなんと東京ドームのグラウンドでした。 平野はそのインスタグラムで驚くべき写真を披露しました。まず、東京ドームのグラウンドで平野の髪の毛玉を手に乗せた写真が公開され、それを見たファンたちは驚嘆の声を上げたことでしょう。さらに、彼はこの髪の毛玉をボールのように投げている写真もアップ。その遊び心あふれる姿勢はファンから多くの賞賛を受けています。 そして、もう一つの写真では、平野紫洋が自身の頭の上に、平野の髪の毛玉、をのせたセルフショットを披露しました。その姿勢には彼のユニークなセンスが光っており、多くのファンが彼のユーモアと愛らしさに魅了されています。平野が、何回といなと思ったら我ながら自分の毛が強すぎて、自分の指に自分の毛刺さってたショー、怖いショー。 とコメント好きでアップした写真には自身の指先に髪の毛が刺さっている様子が写っています。この写真からも彼のファンに対する気さくな態度と自己嫌悪のない率直な性格が伺えます。平野耀の髪の毛玉エピソードは彼のファンを楽しませるだけでなく彼の個性的でユニークな一面を垣間見せるものとなりました。彼のインスタグラムには このエピソードに対するファンからの熱烈なコメントが寄せられ、SNS 上では大きな話題となっています。平野仕様は、彼自身の個性的な一面をファンと共有することで、エンターテインメント業界における注目度を高めています。彼のユニークでユーモア溢れるエピソードは、彼のファンだけでなく、多くの人々に笑顔と楽しみを提供しています。 今後も、平野の仕様の新たな魅力に期待が高まることでしょう。